アイス食べる人、はい、はい、パンダはラムネアイス、お母さんもこのそれぞれ市場限定みかんソフトクリームにしたいと思います。おいしい、うまいわ、さすがそれぞれ市場限定や。うん、おいしいね。ちょっとみかんやね、みかんやね、シャーベットみたいな。全然ソフトクリームが優しいね。ね、ちょっとクリーム感もうちょっとあると思ったね。みかんの感じが強いね。でもこれはこれで美味しいよね。おっと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 、海きれい。うわぁ、綺麗だわ。あれを見に行きます。確かにこういう、なんかおしゃれなお店が、あっちぐらいのこの辺で買った気がする。え、飴買ったんやったっけ、結局これ、ここでいい、いいね、ここにしようか、いいですね。ワンハム家族、毎週金曜日配信中。このカラスの変なところはどこでしょうか、たくん。そのカラスと違うね。うん、目が死んで。はい、切符と同じことだ。目が金目。その他には全体は行っていい、いいよ。足がサンボ、そうです。意外とみんな気づかないんだね、足がサンボ。これ、ペンさん気づいたけどさ、サンボってサンボだから。待って、ラチオタキ、うん、何個、立派な鳥、マジ、うん、はい、プレイしてね。この石畳がまたいいね。おー、すごい気持ちいい。神様、おいしい。何って？2回撫でると金運、家内安全で、お母さんは2回撫でます。1回この石撫でると縁結びと、いや、結構痛いから、願い事叶うって。俺金運良くないから、よく乗りたいから。2回な、いいよ。なぜ、なぜ、はい、じゃあ、おー、力が、うわー。じゃあ、俺は2回でいいかな。1回やで、1回やで、縁結びと願い事かな。これ3回だ、これ後役だから。後役の人、はい、じゃあ、お母さんもは2回、1、2、お願いします。次は、次は先行っちゃいますか。先まで行くのにいろいろまだ。これはお清めの、はい、それあそこで燃やすんや。じゃあ、ワンハム家族がまた人気が出ますように、我が家がみんな元気に過ごせますように願いを込めて刺します。そうだね、みんなが幸せになれますようにお願いします。
何それ？これパジャマ。あ、そうやな。燃えてるんかな。ワーハム家族の人気が出ました。ありがとうございます。言っとかなきゃね。日本一のビクジャリ。本当に日本一のビクジャリよ。めちゃでかい。これこれ。番号を。めちゃくちゃ大きい。やる？今やる？最初に滝のあそこで お参りしへん。そうそう、ああいう風や。すごいすごい。ちゃんとお参りしてからですよ。すごくない？本当にここの滝。行きますよ。じゃん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 。あ、なんか。マジこれ感動する。これからみんな延命長寿の水を飲みに行きます。そうですよ、そう、あのドラゴンから。まだまだ、ちょっと待って。何、ぐーちゃん何もらったの？あのお財布とかに入れて持ち歩けてってやつやな。うわー、めちゃくちゃいいやん、ここね。え、あ、どっちの竜飲むんだろう。こっちは延命長寿のお龍のお水。お龍。これみんなでさ、一緒に飲んだらいいやん。うちら杯を交わしてまた真の家族になろうぜ。全員でこれ。このお皿で延命の水を飲みいただきましょう。どっちの龍飲む？どっちの龍飲む？まずこっちの龍から飲もうか。うん。飲みました。おめでとうございます。来て、こっち見て飲んでみ。飲みます。いただきます。おいしい？はい。でも寿命が伸びました。まず雲の動きの速さって。ああ、早いね。おいしい？はい。いただきます。うん、飲みました。うん、美味しい美味しい。いや、両方。うん、両方飲む。はい、こっちは勢いが強いね。両方飲む。あ、うまい。美味しい。味違う。違う。マジで気がする。え、あの顔絶対そこ飲むやん。絶対おるね、あそこね。はい、絶対。お、なんかほら、太陽が出てきて。そこの方が動きが速いんやって。じゃあ、あそこに魚がいそうなんやね。ちょっと、ここに絶対魚が持ってるよね。美味しい？ OK。 いただきます。うん、ここの足か、こっちの方が冷たい。ありがとうございます。こっちだ。あ、こっちもっと滝の近くまで行けるね。あ、なんかさ、あの滝の水しぶきがここまで届く。時々水が、俺が一番。よいしょ。うわー、滝が近い。この距離で見れるならここに来るべきやね。ちょっとお金かかるけど。よいしょ。おー。
パワーがすごい。パワーもあってきて。はい。鍵から、うわすごい。最上階？ここ一番上じゃない？いや、日本にいるならこの滝は一回見た方がいいね。いろんな滝を知らないけど、この滝は本当にすごい。どうキッペ？滝どうです？え？初めてこの滝見たわ。ねえ。お参りする？お参りしよっか。神様、神様いそうだよねここね。なんかさ、龍の声とかしそう。あー、ここさ、龍がさ、滝登りしそうやね。ワンハム家族。わー、めちゃめちゃ綺麗。え、こう木のトカゲのところにちょっと持ってってあげたいぐらい素敵な木。おー、なんかいっぱいいろいろあるね。この木ってすごいの。願い事叶えてくれる的な感じなのかな。もしかしたら神様が作ったやつかもしれない。何これ、かわいい。シャタガラス。願い事やる？やりたいよ。いいよ、やる。うん、あれやめろ。なんで？オロチンユーとコラボできますようにって書けばいいやん。やりたくないならいいよ。やりたかったらやればいい。じゃあスペース空いたらお母さんとその隣に書こうかな。みんな幸せになりますように。何かして？何て名前が？これにお願い事を書きました。届く？簡単。さっきより低い。さっきより低い。早く。じゃあ、あの一番超身長のお母さんが引っ掛けますね、代表で。準備はするのか。お願いします。いいよ、入れや。よし、できる？頑張って、大きいで。重い？あ、どうぞどうぞ。カンタ手伝ったらなかった。よいしょ。大丈夫？やばい？よし。何番や？出すん？あ、出さんでいいよ。何番か見ればいいんじゃないの？あ、2番や。切って戻さないか。ほんで振る。次の人は振ってね。カンタは一人で行けるかな。出た。20何番？大丈夫？子供用の20番です。じゃあやります。ふーちゃん、振らないかんよ、振らない19。あれ、19、誰？師匠19やったっけ。でも、だいぶ振っとったよ。まさかの夫婦で同じ。なんか、いいかありそうやね、夫婦で同じとか。確かにね。じゃあ、みんな何か見せて。僕は僕はってないよ。ええ、あ、2番や。子供の2番もらってこない。子供2番。はい、みんなババン、こっち向けて。1
はい、ひっぺちゃんキッズ。はい、神田さんは。ブーブー。大吉です。おめでとうございます、大吉。やったー。大吉がばっかがいいわけじゃないけどね。キチだっていいこと書いてあるかもしれん。私たちは、キチ。ちょっとゆっくり読もうかな。これから那智大社に向かっていきます。こっから那智大社はね、あの地図のね、いっちゃんあの上のところ、那智大社に行ってカンタとキッペイのが生まれてくる前に安産祈願した場所にお礼参りをしに行きましょう。11年、12年ぐらい経ったけど喜んでくれると思います。誰が？え？お願いした木じゃん。願い事叶えてくれたで。こんなに大きくなったかって言ってくれるわ。この木じゃないよ。いや、景色がすごいね。まだ始まったばっかなのにめっちゃずいずいなんだけど。これ。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。はい。このね、石の階段が。なんか見つけた。豆？あ、杉の実。よし。これで頑張るね。え、これ石じゃない？違うよ。あ、そういうことね。よし、行こう行こう。この木ですね。お参りも終わって、やっと。これだね。神田と吉平生まれる前にここの木に来て、この札にね、書いてね。穴に入った？穴に入ったよ。穴ね、あるよ、こっちに。そうや、ここや。札書いて、あの穴。うん。まあ、これはもう家族のお礼やな。そうやね。行こっか。うん。すごいよね。この木。穴に入ってきます。よいしょ。おお。狭いね。あ、涼しい。よし、いいよ、カッキペ植えていいよ。結構急な階段にね。ほんとトトロに会えそうな感じするよね。すごい急。めちゃめちゃ急。よいしょよいしょ。左開けた。よいしょ、ちょっと待ってよ。そっか。あ、あった。あそこのことか。あそこのところね、さっき一周回った時にあった。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。本当大きい。ワンハム家族毎週金曜日配信中。ここ座らせてもらったら。いいよ、食べて。おいしい？めっちゃ塩の持ってきて。簡単おいしいって。こういう見たら誰かすごい自分で思ったやろ。自分でも今思ったやろ。こいなの。これは？これは何の食べ方？俺変な人の食べ方。あ、いかい。黒飴ソフト食べます。美味しいらしいです。うまい？帰ろうか。うん、おいしい。
最後までご視聴ありがとうございました。そしていつも高評価やコメントとても励みになっています。ありがとうございます。このチャンネルでは我が家の日常や子供たちの成長記録をアップしています。のんびりとした内容なので皆様にもリラックスして楽しく見ていただけましたら幸いです。動画を見て面白いなと思っていただけましたら高評価やチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。また動画の感想や質問などお気軽にコメントいただけると嬉しいです。季節の変わり目なので皆様ご自愛くださいね。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしています。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。